よし、全体を確認したか。ああ、くまなくな。現在他のメンバーが再捜査中だ。それでいい。チャイナタウンに戻る途中だ。身を隠して警戒を怠るな。簡単に言ってくれるぜ。ウェイドってやつはあらゆる手で口を割ろうとしてくる。分かってんだろ。俺は死にすぎてる。とにかく急いでくれ。とにかく落ち着け。あなたにシーツ届いたんだ。昨日の夜、忘れないようにわざわざ起きて書き留めた。後ろに置いてある花火は許可証。あれ？今のはね。ホームレスだけなのかよ。この数時間あれ買い物に来ただけだ。あなたから帰らせてくれ。とにかく静かにして。申し訳ないが、ここは封鎖しなきゃ。ご苦労様。するなよ。ただ何の怪我
がかりもないって言ってるだけだよ。だが何かはあるはずだ。刑事ドラマのバレはやめ。そういう奴らだ。ウェイドの手下が3人待ちで聞き回ってる。見つかるのは時間の問題だ。俺をこっから逃がしてくれ。頼んだぞ。必ずだ。お前のためにもな。バディ、落ち着け。バカな真似をするな。こっちで対処する。